2018年の12月の3日夜中の0時22分です。よろしくお願いします。うー、寒い。おい、お疲れ。寒いよ、東京。おい、お疲れっす、ゆうこさん。ピッコマ大魔王さん、お疲れ様です。ゆうあさん、こんばんは。金太郎さん、お疲れ様です。どうもどうも。皆さん、お疲れ様です。いやー。おい、マリルボーン、お疲れ。お疲れ、お疲れ。いや、腹減ったな。飯何食おうかな。12時。う、寒い。お疲れ、さっちゃん、お疲れっす。今日はみんなあれだね、挨拶してくれて嬉しいな。ありがとう。最近コメントみんな書いてくれるようになってすげえ嬉しいよ。アンチをね、徹底ブロックしてるからね。もうこの1週間ぐらいで嫌だな。マックマックは嫌だわ。いや、ご飯食べてないね。朝飯にマック食って、そっから何も食ってないかな。朝飯マックだけだね。もうヘトヘトだから今日は家帰ったら寝る。帰り道歩き配信ですね。何がいいかな。もうパパッと食ってパパッと寝ようぜ。ラーメンか、いいね。仕事終わりですね。お疲れ様です。お疲れ。そう、キャメラマンとして初めてこうギャラをいただきましたよ。ギャラをありがたいですね、本当に。もう2時間で2000枚ぐらいしちゃった、切ったもん。すーげー大変。やっぱ爆発現場踏んでいかないとダメだね。何度も何度も超勉強になった。やっぱ機材も充実させていかないとダメだね。今後望遠レンズとかがないとダメ。すごいでしょ。がっつり食って爆睡したいね。腹ペコペコ。目疲れたっていうかね、 気を張るよね。やっぱそのなんだろう、お金いただいてる以上さ、写真が使い物にならなかったらダメだから。そのあと、そのなんていうのかな、あ、なんつうんだろう、アート系のことをやってたわけじゃん。いや、ゆっくり撮っていい一枚を撮るためにみたいな撮り方してたから、そのなんだろう、現場の動き、そうそう、緊張したね。要はまあとにかく動き回ってシャッター切りまくったけど、まあね、その2000枚切った中でね、10枚写真が使えればいいかなっていう、使える映画。まあ頑張ってね、動画とかね、こう作品高評価してもらえるように頑張るよ。写真とか動画とかをリスナーさんが与えてくれたチャンスだからね、これは。
だってなかなかさ30万のカメラって買えないよ。リスナーさんがさコツコツ投げてくれたわけじゃん。みんなが花火投げてくれたりアイテム投げてくれたりで、そこで掴んだチャンスだから。で、今日もね、あの映像の技法も帰りの電車とかでいっぱい教わった。移動の時間とかもね、どういうその映像が今できる環境でどういう映像を撮った方がいいかとかもいっぱい教わってすげえ勉強になった。もう最近映像のことばっかりだよ。映像のことばっかり、映像バカ一台だね。お、バッテリーがね、充電しなきゃ。いや映像楽しいよ、写真も楽しい、好きだわ。早く映画撮りてえな。まあなんか順調だよ、すごくすごく順調。で今日も何個かアイディアが浮かんだ、そのアイディアが浮かんで、その映像のディレクターさんにこういうことやったらなんかどうなんだろうって言ったら、あ、それやってる人いますよって言って、有名な映像表現で、それフィルムの発想ですねって言われて、で今度それ試してみようかなと思ってる。まあ頑張ってるっつうか楽しんでるかな。やっぱね、吐いた単価はねリスナーさんにぶち上げちゃった、大風呂敷広げちゃったからね、応援してくれてる人をがっかりさせたくないからね。さっちゃんまた明日、うん、おやすみ、ありがとね、来てくれて時間ない中で。与えてもらってるね、チャンスは全部こうやらないとね。頑張るよ。積み重ねていこう。仕事としてやれることが深い。あ、まあまあ、うん、いろんな人に言われるよ、よいこさん、本当に。要は感覚の人とか感性の人だって。うん。で、今、俺もね、だからその今その技術を身につける方に行ってるけど、最終的にやっぱやりたいものがそっち系だもんね。だからやっぱ映像にもね、もうカッチカチの超技術で攻めるタイプの人と、計算され尽くされたもう超すごい映像美みたいなのと、もうとんでもないセンスで、なんだろう、一見その感覚で作ってるように見えてセンスでバチッとはめ込むっていうタイプの人がいるんだって。でもさ、俺はさ頭悪いからさ理論とかわかんないしさ、もちろん一生懸命勉強するよ現場の中で。でもね、俺はなんだろう、遊んで触って撮って撮って撮りまくってが一番感覚に合ってるかな。なんか楽しいから続けられるんだと思
でもカメラ始めて4ヶ月にしては結構上手くなってると思うよ、自分で言うのもなんだけど。カツ屋さんか、ロースカツ、カツ、カツ屋さんあんだ。松の屋っていうのがある。知らなかった。そうそう、遊びが仕事だから俺は。そうそう、もうとりあえず生きてる間遊び倒そうと思ってるね。遊んで遊んで遊びまくろうと思ってるよ。 あいつ遊んでて本当に最後まで死んじゃったよっつって。遊んで生活できるやついるんだなって。遊んで人の役に立ちたいね。遊んでるだけなのに人の役に立てるようになりたい。俺が最高に遊んでたらみんなをワクワクさせたり幸せにできたら最高だね。そうそう、人生一回、人生一回。じゃんじゃん稼いで、じゃんじゃん本気で遊んで、じゃんじゃん本気でもう稼ぎまくろうと思ってるよ。何食おうかな。セブンイレブンでいいや。羨ましいか。そうか、俺はなんだろう、普通に働きたいと思った時期あったよ。普通になりたいって、俺普通になりたいっつってない、号泣したことあんだもん。26かな、26か20。おお、猫王さん久しぶり、 KP ありがとう。26か25か6か7か忘れたけど、26かな。もう夜中突然もうボロボロ涙出てくるので、普通になりたいって言って、普通になりたいっつってボロボロ泣いたよ。なんで普通になれないんだっつって。でもその日がきっかけだったかな、本当にもう諦めようって、もう諦めようって、普通になるのは向いてないやと思って、もうそういう星の下に生まれてないからって。だからさ、なんだろう、高校出て大学出て、就職をして正社員になって、奥さんと結婚して子供が生まれてとか、そういうなんだろう、そういう生活憧れたもんね俺。なんか普通、なんか定時に起きて仕事を毎日やって、で日曜日に趣味をやるみたいなさ。だからそういう人が立派な人だよね、やっぱそういう人が偉い人で、そういう人が立派な人で、だからそういう人に対するリスペクトはあるよね、羨ましさと。やっぱりそれが、そういうのが俺幸せっていうことだと思うから、毎日なんだか生きてんだか死んでんだかね、明日生きるか明日死ぬか分かんないような生活だから、ただのカイジだよ、カイジ、漫画のカイジだよ。綱渡りやってる感じだもん。人に迷惑かけない、かけたらダメだよね。これ誰かに迷惑かけたいとか思わないかな。なんかまあ好き勝手やるからみんな見ててみたいな、好き勝手やるからみんな見てで、応援してくれる人は応援してって感じ。撮影場所爬虫類屋とかならいつでも提供します。あ、マジで。猫王さんありがとう、ありがとう、サンキュー。爬虫類屋さんか、いいね、ありがとうございます。なんかね、やっぱりね、こうみんな仲間たちのこう持ち寄りで一個の作品作ってみたいよね。でそれを当てて勝手に経済効果生まれちゃったとかさ、もう仲間、仲のいい人とか夢を追いかけてる人たちを
例えば今みたいに猫さんみたいにあの爬虫類屋さん提供しますよって言ってくれるわけじゃん。それでさ、あれあの映画のロケ地だよってなったらさ、全員活躍じゃん。だからそういうのがやりたいんだよね俺。みんながみんなの役割で全員勝つみたいな。でみんなの夢をちょっとずつ集めてそれを代行してやるっていうか、そういうのがやりたい。俺たちの映画夢が膨らむよ。夢だけで生きてるからドリーマーだからドリーマー。でもね、なんかね、なんか夢っていうとさ、なんか叶わないものって思ってる人いっぱいいるかもしれないけど、別になんかなんだろう、忍耐力があれば誰でも叶えられると思うんだよね俺。諦めなきゃいいだけでしょって。おーマルーンいらっしゃい。そうそうそう、ワクワクしてたいんだよ。そう、もうマジで物理的に不可能なものなんてないと思ってるからね。もちろんさ、子供の方が可能性がいっぱいあるよ。子供の方が可能性は無限だから。で大人になるにつれてさ、できることって限られてくるわけじゃん。そう、やっぱ20代できることと30代できること、10代できることって、若い方がさ、あの何もできない分可能性は高いから。でもね、あのなんだろう、協力してくれる仲間がいるから、俺にはいろんな人が俺のやりたいことを助けてくれるから、俺何でもできると思ってるよ。頼ればいいんだよ。できない、できなかったらできる人に頼めばいい。超他力本願だもん。超他力本願。いや、みんなから力借りりゃいいんだよ。いやー疲れたな。しかし、みんなから買ってもらったカメラをいじり倒してるよ。狂ったようにシャッターを押してきて、狂ったように動画撮ってるし、まあ全部が全部放送できてるわけじゃないから伝わらない部分もあると思うんだけど、あ、今日だから仕事してたところであの声かけられたよ。あれ和藤さんですよね、リスナーですって言われて、ありがとうございますって言って、頑張ってるさ、頑張ってる人好きだからね、人間はね。今日はね、納得の写真とかって、なんて言えばいいのかな、ライブを撮る写真だったから、もう手数打つしかないの。要はカメラマンさんが撮りたい絵をモデルさんに対して変えるっていう手法をずっとやってきたんだけど、そうじゃなくてありのままをそのまま撮りまくるわけだ。その中で一瞬のいい表情とかを撮るわけだから、うん、まあだからそのなんだろう、こういう写真が欲しいっていう風なのはその聞いてたから、だからまあそれは撮れたかなと思うね。そうそう、人の力借りて生きてるから。そう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 、本当に赤ちゃんだから、33歳児だからね。まあまあね、一人ぐらいいても、こういうやつは一人ぐらいいても困んないでしょ。一人ぐらいいた方がいいんだよ、こういうのが。反面教師で。そうそう。多様性だよ、多様性。みんながみんな同じだったらね、意味ないもん。面白くないでしょ。いろんな人生があってさ。こういうバカもいるんだっていうのが面白いんだよ。
セブンイレブンで弁当、あ、松屋にしようかな、どうしよう。まあいいや。じゃあ俺そろそろもう家着くから、みんなありがとう。ここでお別れします。また明日ね、起きたら放送しようと思ってるんで、今日はご飯食べてゆっくり休みます。みんなおやすみ、いつも応援ありがとう。おやすみなさい。あ、今日声かけてくれたか、三日五郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、今日声かけてくれた方です。ありがとうございます、声かけていただいて。じゃあみんなおやすみ、お疲れ様です。あ、八作さん、アイテムありがとう。おやすみ。実物イケメンだった。今のコメント雑談たぬきに書いといて。和道実物は超イケメンって雑談たぬきに書いといて。書いてね、書いて。おやすみ。